こんにちは。法廷チューバーです。この動画は2022年2月25日に出題された長崎大学の数学の入試問題の解説の動画です。解説する問題は括弧1番です。括弧1番は指数の計算です。よろしければまずやられてみてください。回答中は動画を一時停止でお願いします。まもなく解説いたします。 まずは a の2の1 a の2分のの2 2 1 1乗乗値を求めてみたいいと思います解答の方針は a a の1乗イコール18乗これをいかかにに上手に使うかなんですよねつまり a の2の1 a の2分の2 2 1 1乗乗がこの黄色いアンダーになるためにはわざと2乗してあげましょう展開すると a 2ナス1乗になりますから 18+220 の2が出てきます a は 正でしたから、A の二分の一乗プラス、A のマイナス二分の一乗も正ですよね。つまり、A の二分の一乗プラス、A のマイナス二分の一乗は、二ルート五になるわけです。では、次に、A の三分の一乗プラス、A のマイナス三分の一乗の値。どのように考えましょう。さっき二乗して求めたんだから、今度は三乗して求めたらどうだろうかって思われるかもしれないけれども。 これ実はここをラージ x と置くと3乗根の答えとして考えていかなければいけない少し面倒ですよね違うやり方を考えてみましょう実は a プラス a のマイナス1イコール18をこんな形で a の3分の1乗の3乗プラス a のマイナス3分の1乗の3乗と考えることに気がつけばこの赤いボールペンで書いたような式変形を左辺に施してあげるとこのようになりますよねラージを a の3分の1乗、ラージ b を a のマイナス3分の1乗と考えてあげれば、このようになるわけです。すると、a の3分の1乗かける a のマイナス3分の1乗は a の0乗、つまり1のことですから、このような式が出来上がります。ここで今求めたい a の3分の1乗プラス a のマイナス3分の1乗をラージ x と置けば、ラージ x の3乗マイナス3ラージ x イコール 18という式が出来上がりますよね。ここで18を左辺に移行してあげれば、large x の3乗マイナス3倍の large x マイナス18イコール0ですから、これを求めてあげましょう。組み立て情報を使って因数分解してあげよう。3乗の前が1、係数がね、2乗がないから0だよ。large x の前がマイナス3、そして定数項マイナス18、x に3を入れてあげると、どうやら0になりそうだ。 これって常用の定理から考えてあげればいいよね。先頭の1はそのまま下ろす。降りてきたら3と掛け算で答えはここ。0と3を足して3。また降りてきたから掛け算をして答えはここ。マイナス3と9を足せば6。6と3をかけて18。最後に0が出てきたけどこれは、x、large x-3 で割り算すると、large x の3乗マイナス3倍の large x-18 は 割り切れますよ。余りがゼロですよ。という意味になります。このことからラージ x の3乗マイナス3倍のラージ x-18=0。左辺を因数分解してあげるとこのようになりますよね。そこで、この問題もね。a の3分の1乗プラス a のマイナス3分の1乗っていうのは、a がそもそもプラス正のことだったから、当然 a の3分の1乗プラス a のマイナス3分の1乗も正になるわけですよね。つまり。 置き換えたラージエックも正です。たがってラージエックは3であることがわかります。そしてもう一つのラージエックの2乗プラス3倍のラージエックプラスの6これが0になるのかということです。結論から言うとラージエックが正である以上ここに正の数が入るわけだから0になることは絶対にありませんよね。答えです。このことから a の3分の1乗プラス a のマイナス3分の1乗の答えは3であることがわかります。 お疲れ様でした。またよろしくお願いします。